第54回ダナエヤマト大喜利大会。1問が10分で、2問やりますね。合計20分でやります。で、3点満点で、3点していただくのは、作家の水田さんです。お願いします。あれではね、なんか立ち振る舞いも評価に入ってる。評価のところですね。立ち振る舞い、まあ、堂々と。堂々と出してほしい。そうですね、大事ですね。じゃあ早速、じゃあ。一人ずつ紹介お願いします。はい、こんにちは、熊井山本です。よろしくお願いします。お願いします。人間音痴です。お願いします。お願いします。お願いします。どうも、変態のせいミスタービビです。妖精だった。せいだった。妖精なんだ。ピーン。スーパーナルフザイニー君です。よろしくお願いします。どうも、ピン芸人4日目小島です。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。ロマンチックコンサート佐々木です。お願いします。2話の桃香です。つまみうさぎお願いします。初めて作った野村ベンダーです。お願いします。お願いします。ラベンダーよ。クリマルです。普段料理作る YouTube やってます。お願いします。クリマルさん、包丁が書いてある。ゆきぞうです。お願いします。あ、かわいい。そっちが2つある。2つアヒル。怖っ。今回 MC 務めさせていただきます。千葉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。ドラえもんが本当に泣いた。ガチのドラ泣き。2ジャイアンです。のび太、静かレイプしようぜ。最悪だ。ちょっとこれやったらなんか怖いのよ。声も似てるし。はい、じゃあ小島君どうぞ。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。ドラちゃん、メルカリで売られる。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。最後の最後までは最高だったんですけど、その本来グーしか出せないはずのドラえもんがそのグッてやっちゃって。ニュッて、ニュッて、ニュッて、ニュッて。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。ジャイアンが暴力しなかった。それが見どころですからね。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。本当のドラえもんはカタカナドラでひらがなエモンだけど、その回だけカタカナドラえもんだった。はい、ドラえもん史上最低の回、何が起こった。伸びたのままが終始ハベにめっちゃしてた。はい、じゃあゆきぞうさん、ドラえもん史上最低の回、何が起こった。ドラえもんのポケットからドエライモンがはみ出ちゃった。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。悪いな、のび太、この女は3人乗りなんだって。マークですね。下ネタ回になってきちゃってない。やばい。じゃあドラえもん史上最低の回、何が起こった。のび太がその日だけちゃんとしすぎて何にも問題が起きない。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。のび太くん。もう一体引き出しから出てきて。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。テレテテテテ、スモールライト2億円でどう。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。静香ちゃんパパ活失敗。ですね。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。テテ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 テ。オープニングが演奏ミス。はい、ドラえもん史上最低の回、何が起こった。ガリバートンネル、ドラえもん出して、わあすごい、ドラえもん小さくなっちゃった、わあすごいね、あれドラえもん、ドラえもんって足の裏を見て、あ、こわ。じゃあドラえもん史上最低の回、何が起こった。のび太が、僕ちゃんと働ける大人になる。ちゃんとしてる。ドラえもん史上最低の回、何が起こった。のび太くん、1万円貸してよ。ドラえもん、パチンコもうやめろよ。もうやめられないよ。
ライマン史上最低の回、何が起こった？スネ夫が、のび太の家の庭に違法の草を植えて警察に通報した。警察絡んできますね、ずっと。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？のび太が空気を読まずに100点を取ってしまった。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？のび太が身長が小さいから伸ばしてよってドラえもんに言って、身長が伸びるライト浴びせたら身長が伸びてしまった。よし、あー、なんだって苦手なとこ行った。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？のび太くん100年後も岸田政権だよ。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？のび太のお部屋の机が壊れて撤去された。帰れなくなっちゃった。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？のび太くん1万円貸してよ。ドラえもん、もう競馬やめろよ。次は来る気がするんだ。まだやめらんないっすね。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？へえ、もういたずらすな、ホリゴリだよってくるのまで、まだヒューってあった時に腕挟んじゃって、あれ、やべやべ、うっ、ブシャカッ、ポトさっきからずっと最後黙るやつ。じゃあドラえもん史上最低の回、何が起こった？おい、最低こそが最高だろ。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？のび太くん、ココスってクソまずいよね。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？できすぎくんのいとこ、決まりすぎくんが登場した。イケメンなんすか、決まって、どういうこと？ドラえもん史上最低の回、何が起こった？ドラえもんじゃなくて、うまい棒のパッケージのキャラが。確かに似てるけど。うまいもん。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？ドラえもんを柱で縛り付けて、その前で のび太がずっと笑いながらドラ焼きを燃やし続ける。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？ちゃんと人生をみんなで考え出した。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？ドラえもん、じゃあやめてよ、どうかしてよ。ドラえもん、道具で勝っても本当の勝ちなのかな。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？丸書いてちょん、丸書いてちょん、お豆に芽が出て植木鉢、植木鉢、6月6日に UFO があっち行ってこっち行って落っこちてズドーン。はい。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？分かる人だけいたらいいです。肉あぶく監督会がある。ダメに決まってんだ。これ分かる人がいたら、そら史上最低ですわってなります。そういうことなんです。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？空き地で野球してたんですけど、水川一平が登場した。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？うわーネズミってなる展開の番組だったんですけど、なんかネズミがすごい可愛かったから、好きになっちゃった。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？出張、朝まで生テレビ。ドラえもんが出てくる。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？これ実際にあるやつで、分かる人だけ分かればいいんですけど、YouTube に上がっていた検証会のドラえもん賞。いやこれはすごいです。もう大好物です。分かっててよかった。めっちゃポケモンマスター。気になるだけ気になる。残り30秒です。ドラえもん賞最低の回、何が起こった？ドローンをドラえもん家の上に飛ばして、そのドラえもんの家が映ってるだけの、そのつまんない映像。つまんないって。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？ちゃんと子供たちを顧客と捉えて寄せに寄せた。最低。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？ジャイアン側につくね。もう終わった。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？ココスの闇暴露します。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？本当の目的は T 線を殺しに来た。同じ世界線。
ドラえもん史上最低の回、何が起こった？多分後のクレームなんですけど、所得年収別に放送内容を変えちゃった。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？独裁スイッチって企画あるんですよ。お、独裁スイッチを押したらプーチンが消えた。最高じゃない？後ろ怖いんだけど、どこ行ったらいいのか。YouTube バンされてるから。本当にラストじゃん。ああ、ちょっと最低の回になるかな。TV さん、はい、ラスト決めてください。ドラえもん史上最低の回、何が起こった？バイバイの回あったじゃないですか。あのクリマジの回。ある史上最多だと思ってます。単純にその回が最低だ。そんなに面白くない。主観も主観で、ね、X が上がってくるけど、それぞれあるけどな。ブーチャにしてるやつ。そうそう、今でも増え続けてるんですよ。何それって感じだよ。投げパーシエンドってなんだよ。面白いから増えちゃうんだから仕方ないだろ。あれ最低ですよ。わはい、じゃあ終了。世界一身体機能の高い男の悩みとは。世界一身体能力の高い男ですよ、ね、どんな話でしたっけ、ね、世界一身体能力の高い男の悩みとは。世界一身体能力の高い男の悩みとは。ギネスがシャバい。あの極めすぎちゃっていろいろね。世界一身体能力の高い男の悩みとは。嫁のカバンがザラのバッグ。え？どういう大谷を言う。大谷身体能力高い。世界一身体能力の高い男の悩みとは。どの移動手段よりも徒歩が速い。あら。世界一身体能力の高い男の悩みとは。もう握力強すぎて握手して友達の手をブシッと潰して行って、うわ逃げろだって。俺は友達になりたいだけなのに。モンスターモンスターってなってる。モンスターってなってる。かわいそう。はい、野村ベンダーさん。世界一身体能力の高い男の悩みとは。俺の方が早いのに定期を作ってしまう。世界一身体能力の高い男の悩みとは。なんでハンマー投げなんか選んじゃったんだろう。ムラグシだ。ムラグシだ。ほんともったいない。世界一身体能力の高い男の悩みとは。この世の全てを下に見てしまって、あ、俺はこういう人間だったのかって、あの自己嫌悪に陥る。世界一身体能力の高い男の悩みとは。あ、お姉さんちょっと時間いいですか。あの、無視ですか。世界一身体能力が高いのに。見ただけじゃ分かんないから。世界一身体能力の高い男の悩みとは。実は僕バカなんです。能力高いのか。脳がダメだったから。そう、世界一身体能力の高い男の悩みとは。外に出て女性が視界に入っただけでエベレスト並みに勃起してしまう。エグいのぶっ込みますね、急に。女性が初めて聞いた。え、めっちゃ笑顔じゃん、女性。いい地域だな。女性からそんな。じゃあ、世界一身体能力の高い男の悩みとは。親と会った時に、この親でって親がバカにされる。悲しい。世界一身体能力の高い男の悩みとは。方形なんですよね。シンプルな。守りやから、ね。世界一身体能力の高い男の悩みとは。サスケクラッシャー。確かに高すぎるから。世界一身体能力の高い男の悩みとは。身体能力が高いがゆえにめっちゃご飯食べちゃう。消費するから、消費量がね。世界一身体能力の高い男の悩みとは。バキを楽しめない。自分の方が強いのできる。裕次郎よりも全然俺できるの。裕次郎すごいな。世界一身体能力の高い男の悩みとは。なんかおじさんがアイドル見た時と同じで、なんか身体能力低い人がみんな同じ顔に見える。めっちゃわかる。世界一身体能力の高い男の悩みとは。本当にライオンとか倒せちゃうから武井壮のホンマモンって言われる。世界一身体能力の高い男の悩みとは。ションベンの勢いが強すぎて電気が割れてしまう。やばいぞ。
はい、世界一身体能力高い男の悩みとは、あのできないやつの気持ち分かんないから、プレイヤーとしては素晴らしかったけど指導者としてはゴミ。あるよね、スポーツやつ、ね、はい、世界一身体能力の高い男の悩みとは、僕あのお菓子とか好きで、あの本当はパティシエとかになりたいし、アメ細工とかもしたいけど、あの全部壊しちゃうから、先生僕何になればいいんですかね。びっくり人間じゃない。いっぱいあるもん、進路なんて。まあ、何でもできるからね。いや本当にやりたいことじゃないから。確かに。そうそう、悲しい。じゃあ、ニュアンさん、世界一身体能力の高い男の悩みとは、本当は将棋の方が得意。世界一身体能力の高い男の悩みとは、まだニュースが取材に来ていない。こんだけすごい。こんなにすごいの。世界一身体能力の高い男の悩みとは、種目を選べなくて、そもそもスポーツをやってない。友情で何なんでしょうね。世界一身体能力の高い男の悩みとは、めっちゃ頑張ってあの東大に入ったのにそこを注目してもらえない。世界一身体能力の高い男の悩みとは、やっぱあのすごい今人気だし、ちいかわになりたかった。世界一身体能力の高い男の悩みとは、の僕彼女がいて、すごいあの小柄で可愛くて、もうす抱きしめたいのに、僕が抱きしめると壊れちゃうから抱きしめられない。先生僕どうしたらいいですか。壊すしかないんじゃない。世界一身体能力の高い男の悩みと、もういろんな派手な曲芸ができるけど、結局一番盛り上がるのがリンゴ握りつぶし。シンプルイズベストですね。宴会でもすぐ受けるから。世界一身体能力の高い男の悩みとは、ギネス記録全部1位取っちゃって周りから面白くないって言われてるんで、あのギネス界の藤井聡太って言われてる。全部頑張った。世界一身体能力の高い男の悩みとは、一周回って大嫌いスポーツなんて意味ないものと、アレン様と同じようなことを言う。世界一身体能力の高い男の悩みとは、事故っても保険が効かない。もうかける意味ないもん。世界一身体能力の高い男の悩みとは、見ないとわからないのにラジオに呼ばれた。意味ないですね。喋れなかったらもっと言う。世界一身体能力の高い男の悩みとは、替え玉が注文できない。精神面がね、あの強いわけないから、そうメンタルは強いって高くない、そう精神面だけだ、身体能力が高いだけだから、別にメンタルは高くないっていう、めっちゃ説明してる。はい、じゃあ小島君、はい、はい、世界一身体能力の高い男の悩みとは、あのパルクールのことを日常って呼んでる。ずっとやってる人。世界一身体能力の高い男の悩みとは、双子の弟がそうでもなくて弟に迷惑をかけちゃう。世界一身体能力の高い男の悩みとは、あの早すぎるんで、あの道路交通法で車両扱いする。大変ですこれ。世界一身体能力の高い男の悩みとは、おならで空を飛んじゃうので女性からはちょっとよく思われてない。飛んじゃうんだ。女性からはちょっとみんな嫌だ。世界一身体能力、みんな空気圧とかもすごい。世界一身体能力の高い男の悩みとは、能力が高いだけでボールと友達じゃないから球技は苦手。身体能力、世界一身体能力の高い男の悩みとは、こんなに未来が開けているのに実家の味噌工場を継がなければならない。家業を継いでるんだ。世界一身体能力の高い男の悩みとは、まだ世界2位だった時はチヤホヤされなかったので不安が止まらない。エピゾーさん、世界一身体能力の高い男の悩みとは、あのすごい羨ましいんですけど、羨ましいこと言っちゃって書いちゃった。悩みじゃないかとか言っちゃった。歯が何度でも生え変わる。世界一身体能力の高い男の悩みとは、あの
吉田沙織からモンアタックされていて、なんかちょっと断りづらい。ニュースにもなりそうですよね。世界一身体能力が高い男の悩みとは。マラソン大会はワイナイナ並みにハンデを与える。世界一身体能力の高い男の悩みとは。この IT 社会でいろんな機械が動いてて、もう別に身体能力が高くても別に収入は高くない。で別に容姿もいいわけじゃないからモテない。すごく悩んでる。でもそんな平凡な生活に満足している。いや悩んでは悩んでるけど、これでもいいのか。まあ、悩んだ末に、じゃあ世界一身体能力が高いの悩みとは。家族が人質に取られてる。これなんか身体能力が高いのにちょっと理由がありそうですね。世界一身体能力の高い男の悩みとは。あのヤバすぎてマサイ族に惹かれる。私たちも高いですか。世界一身体能力の高い男の悩みとは。赤ちゃんの頃から人の腕を折ってきたんですけど、すごいね、ゆうくん人の腕折れたねって言って育てられてきたから、その45歳なんですけど、いまだに腕を折ってしまう。親のせいだ。親のせいだ。悩むまでは気づけたんだね。なんだ。はい、じゃあ最後にワンさん。はい。世界身体能力の高い男の悩みとは。あのドリカムのラブラブラブの、あの回数がわからないからずっとラブ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 永遠と歌ってしまう。何これ。バカ。身体能力。はい、それで終了です。第、10位から発表します。はい、最下位ですね。はい、第10位、ロマコンさん、おめでとうございます。やったー。ドラえもん読んでないんでね。あれでしたね。はい、じゃあ次、第9位、まあ近いですね。あ、そうか、さっきの評価6だったんですけど、第9位、グニエオンさん、7票。わぁ、ゴニョゴニョ言ってる悩みし。ゴニョゴニョ言ってる悩みし。もうちょっとはっきり。もうちょっとはっきり。6位、誰々何票みたいな。はい、ごめんなさい。6位何票だよ。はい、第、8位、はい、クリマさん、8票です。おぉ、4位、また同率よ。2人、はい、BB ゆきぞうです。おぉ、12票です。いい。で、あとはそうですね、はい、こっからですね、まあまだ近いですね、3位に近いですね。はい、近いですね。最初に近いですね。3位、守備に教えてくれたらいい。13票です。おぉ、はい、流れたな。じゃあ最後1位の発表です。1位、そうですね、1位結構そうですね、お二人ヒーローインタビューみたいな。今残ってるのが誰、あと2人残ってる。今残ってるの誰ですか。はい、はい、あ、はい、おー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 、じゃあ常連が、常連って、常連。はい、じゃあお客さんから。第54回ドナイマと大喜利大会第1位は、野村メンター22票。というわけで、ドナイモン第54回ドナイモン大喜利大会以上です。お疲れ様でした。